もうなんかのんびりしてますね。気持ちよさそうですね。今日は星野リゾートトマムに来ております、はい。まあ、いつもね毎年来てますよねそうですね、今回で3回目になります。もうトマムってねやっぱり楽しいんですよ。楽しいの、いつ来てもね、何回来ても楽しいんですよ。楽しいです。そう、今回のラブ北海道は北海道を代表するリゾート星野リゾートトマムで、一足早く夏を満喫しちゃいます。星野リゾートトマムといえば雲海ですよね、うん。それがね僕らにとってはね非常にこう、そう、もう未だにねちゃんと見れてないんですよ。もう雲海が出過ぎてしまい濃い霧のような状態だった2年前、そして細い雲が連なる川のような運河がちょっぴりだけ見えた去年、自然が生み出すアート作品をまだ完全な状態では見たことがない2人。必ず見ます。分かる、毎年言ってますからまあとりあえずですね、ゆりえが好きな牛とちょっと遊びたいと思います、はい、なんかちょっとこう、はい、呼んできて。え牛を、牛を、うん、来てくれるかな、うん、ちょっと呼んで。みんなおはよう。とにかくね楽しいところですいっぱい遊びまくります。言ったでしょ、毎年進化してるから進化を続けるトマムで新登場したグルメをとことん味わいます。うんまいっすね、最高だよ。俺パワーアップしたアクティビティに大興奮。行きますか。はい、行きましょう。そして3度目の正直となる雲海は、進化が止まらない星野リゾートトマムを大満喫します。